はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。今回はポケット戦国4回目プレイしていきたいと思います。前回ですね、ミノを攻めて、ミノの大半を平らげつつあるという状況にはなっているんですけども、一部斎藤家がまだ領有しているというところと、北の梶田城に関しては、城主不在になっているものは姉小路家の支配下にあります。で、大垣城に関しては、六角が進出してきていて、夏川正家、後の、豊臣五大老、五奉行の一人の夏川正家が今入っているという状況になっています。で、若干ですね、浅井が少し六角に押し込まれつつあるかなという状況が見て取れるというのと、あとですね、北畑、こちらが今、なんと、諸畑城へ進行してきているので、これをまずね、迎え撃たなきゃいけないっていうところからになります。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは、信長率いる軍団なんですが、これをですね、諸畑城に出していきましょう。諸畑城をまず防衛するところからですね。北畑にここで通撃をね、与えておきたいという思いもあるので、戦闘していきたいんですが、まず、諸畑城にこもる織田信康軍団ですが、兵は864。一方、北畑の軍勢8000が押し寄せてきているという状況なので、まずここは一旦籠城にしましょう。で、信長の本体が到着するのを少し待ちます。で、ここで信長の本体が合流したので、ここで一気に敵に通撃を与えていきましょう。後期到来、敵を袋叩きにしましょうということで、開戦していきます。で、戦闘に参加する武将なんですが、基本的には戦闘力が高くて、あとは、なんといっても、士気が高いところは入れていきたいんですが、士気が66までみんな下がってる感じだな。そうなると、残りは軍の能力値が高い武将を入れていきたいですね。小六、小一郎も入れておきたいな。64でしょ。ってことは、信盛を外して小一郎を入れて、これで10人出撃ですね。これでいきましょう。ここはできるだけ消耗したくないところなので、しっかり当たっていきたいんですけど、敵の陣形が読めない。忍者屋敷とかを建てていると、敵の陣形が見えたりするんですが、前線にね、忍者屋敷を建てていると読めたりするんですが、それがちょっとないので、まずは、唯一の騎馬隊の勝家を上に配置して、あとは、そうだな、信長の鉄砲隊は有効に使いたいので、こういう感じの布陣でいこうかな。少し右翼が弱いかなという感じもするんだけど、そうだな、中央突破されるとまずいんですが、信長の鉄砲隊をきっちり使いたいので、そう考えると、動きとしてはですね、信長の鉄砲隊が正射を終えたら一旦下がらせて、本陣を前に出しましょう。なので信長が下がりきったら本陣を前に出して、本陣で前線を支えるという、ちょっとね厳しいかなと思うんですが、そういう戦いにしていきましょうか。おっと、ちょっと待ってくださいね。そうするといきなり敵の主力部隊は魚鱗の陣を引いてるな。ってことは真ん中をちょっと強めにした方がいいな。で、このままいくと秀吉と北畑騎馬隊がぶつかって、おそらくなんですが、秀吉が粉砕されると思うので、秀吉が粉砕されるとまずいので、ここはその後すぐに勝家が横からこの北畑第7代当主、こやつを一気に粉砕しましょう。さあ、これで思った通りになるはずだ。
よし、だいぶ蹴散らしたぞ。そしたら勝家は一旦下がらせて、再び次の突撃に備えましょう。で、ここで信長の鉄砲、思ったより秀吉がこらえてくれてるんで、信長の鉄砲隊はまだ下がらせずに、ここで踏ん張りましょうか。いやー、厳しいね。信長を下がらせましょう、一旦。で、本陣を前に出して、なんとかここはこらえましょう。んで、勝家なんですが、どうしようかな。一旦敵の後ろに回り込みますか。ちょっと時間かかりますけどね。で、騎馬突撃を敢行しましょう。で、これで一気に敵を粉砕して、さらに下がって次の突撃に備えましょう。もう完全に撹乱する形ですね。で、ちょっと長増が少し士気が落ちてきているんで、ここは一旦全員に対して鼓舞を使っていきましょう。で、小六が危ないな。そうなると勝家をちょっと敵の騎馬隊の後ろに回り込ませましょうか。で、信長もちょっと苦戦している部隊の方に回らせましょう。んで、小六がかなり危ないので、ここは騎馬突、逃げられたか。逃げられましたね。で、敗走したか。厳しいね。一部隊が完全に敗走か。なんとかね、敵を迎え撃ちたいけど、ちょっと遊んでる部隊が増えてきたので、少し前線を押し上げましょう。少し士気が全体的に落ちてきてるな。光一郎も危ないね。ただここはなんとか敵を粉砕したか。あとは追撃ですね。追撃でできるだけ敵の兵を減らしてしまいたい。あとは味方にどれくらい損害が出ているかですね。まあ、損害が多いとね、ちょっと厳しいんですが、まあ、思ったより損害は出てないかな。小一郎が少し減っているのと、あとは信康の軍勢も少し減ってますかね。まあ、この辺りはしっかりと補充をしていきましょう。で、そうなると次ですね、移動させておきたいな。次どこを攻めるかなんですが、まずは松倉城に狙いを定めるか、まあ、そういう意味でも岐阜城に移動しましょう。
で、これは武田家のお家騒動ですね。父上、なぜ太郎の言葉に耳を貸してくださらんのか。かくなる上は死をもってお諌めいたします。ぐふ、死んだか。武田家の嫡男義信が父信玄との確執の挙句自害ということですね。さ、金が入ってくるまで少し時間がかかるんですが、兵の補充はしておかないといけないので、兵の補充をしておきましょう。徴兵です。ちょっと待ってくださいね。今諸畑城にいるのは長増がいるんだな。長増はじゃあこのままここを任せちゃいましょう。あ、もう任せてあるね。じゃあこれはよしとして、一旦ちょっと時間を止めてしっかりと徴兵をしていきましょう。まず抜刀部隊の侍部隊ですね。侍部隊をしっかり兵を補充しちゃいましょう。で、どの城から集めるかだけど、まあまずは北方城から集めましょうか。で、さらに徴兵できるんだったら、勝家の騎馬隊だな。騎馬隊も集めましょう。ここは彼女から集めちゃいましょう。で、さらに徴兵ですね。あ、金がないか。しょうがない、一旦送りましょう。毎月1日にね、金が入ってきますんで、1日まで少し様子を見ておきましょうか。北畑はしばらくの間はね、こちらの方には進行してこれないぐらいのダメージを与えたはずなので、今徴兵をしてると思うんですけど、一度兵を失うと結構その兵を補充するのって大変なんですよね。お金がかかるんで、って考えると敵に通撃を与えておくと、そうそう簡単には再進行はしてこないはずなので、まあそれをね、うまいことを使って時間を稼いでいきましょう。で、まずは勝家だよな。勝家、勝家のところに、うん、そうだな、清須から集めましょう。で、さらになんですが、今度はやりたいですね。やりたいに関しても徴兵をかけていきましょう。で、侍部隊が意外とどうだ？なかなか完全に徴兵が終わってない感じがするな。ちょっとここは追加で徴兵しましょう。金がかかりますけどね。金もかかるし、住民からの反発もありますけどね。しょうがない。で、今、美濃国、明智城に人を一人出しますか？明智城には信康を出しましょう。前線に当たる明智城には信康を入れて、で、信康に内政を任せちゃいましょう。で、どうしようかな。大垣城を攻めるか、作戦ですね。大垣城を攻めるか、北畠はね、しばらく進行はしてこないと思うんですよね。5900か、兵が。5900、まだまだちょっと兵力としては、予断を許さない状態ではありますね。松倉城、うん、違う。梶田城に関してはいつでも攻め落とせそうな気配。で、斎藤家残る、ここもいつでも攻め落とせるし、
どうかな、武田の主力は今どこにいるかというと、武田の主力がどこにいるかだけ確認しておきましょう。武田の主力部隊は、武田の主力がどこにいる？武田の主力の場所がつかめないな。怖いからな。おっと、ここにいるね。武田の主力。天山信君率いる軍団9000が、今、海津城に入ってるわけだな。海津城で、上杉家と戦闘中ですね。で、信玄はというと、今は、上野、平井城に入ってますね。適性も高いな、さすがに。なので、ちょっとこれを考えると、今は、あえて斎藤を攻めるもよし。ただ、斎藤ってもう、多分、こっから復活は遂げるのは難しいだろうな。斎藤か、姉小路か、それとも、まあ、大垣城を攻めてしまうかですね。六角の方はというと、どういう状況なんだ？いや、六角は強いね、こうやって見ると。六角と戦闘するぐらいだったら、斎藤を潰して、梶田城も潰して、地盤を強くして、北畠と対戦する前に、どうだ？六角はこうやって見るとかなり強国になってるな。で、浅井軍団は5000か。ちょっと支えられないだろうな。浅井とは同盟は結んでないですね、現在は。浅井朝倉が同盟を結ばないと、きっとね、生き残れないんじゃないかな、浅井朝倉。それほど六角がかなり強国化してますけどね。そうすると、まずは、美濃を完全に制圧するっていう意味では、郡上八幡までを奪い取りましょう。で、姉小路の主力がどこにいるかというと、姉小路の主力はどこにいるんだ？姉小路の主力っていうほど、もしかして武将がいない？いないね。ってことは、姉小路を先に滅ぼしましょうか。滅ぼすというか、美濃を制圧しましょう。梶田城を攻めて、郡上八幡を攻めるという段取りでいきましょうか。では、兵を出します。まあ、おそらく敵は撃って出てこないでしょう。で、ここは力攻めに変えて一気に城を落としましょう。あっという間に落としましたよね。で、そうするとさらに全軍を持って郡上八幡に出陣します。おっと、ちょっと待ってくださいね。氏真ですね。武田の勢いは凄まじい。武田に対抗するいい手はないだろうかということなんですが、それよりも気になるのがこっちだな。今浜城に向けて六角の軍勢、これ1万ですね。1万、ごめんなさい。1万の軍勢が動いてるな、今浜に向けて。今浜が落ちるな、これおそらく。これはどうなんだろう。大垣城を攻める好機ではあるけど、まあちょっとここはそのままにしますか。で、信玄の話、汐留の話ですね。今川が当家に汐が来ぬように汐留を画策しているようですということですね。汐留の影響で武田領内の民衆が下がっている模様という話が出ています。民衆が高いと一騎防止ができますということですね。10を下回ると一騎が下がる可能性が高まるということで、さらに民衆が高いと、まあ、いわゆる税収も上がりますという話ですね。
郡上八幡を落としたので、軍勢を一度戻しましょう。で、正虎、これは後の謙信ですね。聞くところによれば武田が汐留で苦しんでいると、武田の領民は書が手に入らず苦しんでおります。武田はが上杉の敵、これは天罰でしょうなという話をしているんですが、謙信は塩を送ったと。敵に塩を送るっていうのはここから生まれた言葉だと言われていますね。我々の敵は武田軍であって武田の領民ではないと。信玄との決着は戦場でつければよいこと。これ浅井が滅びる可能性があるな。浅井が滅びるのは好ましくないので、まずは大垣を攻めて、その後は今浜を取りたいところだけどな。で、信玄の話に戻ります。汐留によって、民の困窮は極まりばかりと。極まるばかりですね。で、上杉から塩が届いていますということですね。偽証上杉正虎、恐るべき男ということですね。さあ、これはこれとしてだ。注意しなきゃいけないのが、そうすると今の状況なんですが、六角軍をねちょっと叩いておきたいんですけど、万全の体制で叩きたいんでどうするかですね。で、今武将がどこに何人いるかというと、一人ぐらい雇える余裕はないのかな。ああ、森吉成がいるな。森吉成を移動させて、最前線に当たる郡上八幡に逃げましょう。で、金がないんで、次1日が来たら金を使ってまた兵を増強しましょう。で、その増強した兵を持って先に、そうだな、先に斎藤を潰すかな。まあ、それはそれとして資金の要請をしていきましょう。金が全くないんで金を集めに行きましょう。いや、むしろ威圧する？威圧、信長自ら威圧。威圧には金がかかるか。まあ、じゃあやっぱり金を背びりに行きましょう。どの大名に要求しますか。そうだな、浅井に要求するのもなんだし、まずは家康かな。で、さらに勝家にも金をせびりに行ってもらいましょう。武田に金をせびるというのもなんだしな。浅井、そうだな、いや、一騎手に金をせびるというのも変な話なんでやめましょう。そうなると、まあ、浅井かな。まあ、浅井も苦しいと思うんで、多分難しいかなとは思うんですけどね。さあ、そしたら残ってる軍勢で巻城攻めをしちゃいましょう。で、大名詳細を見ると今月の収入が11,500で、出ていく金が6,050。まあ5,000プラス5,000か。もうちょっとお金が欲しいな。浅井も家康も金はくれなかったですね。まあ、分かる話ではある。
で、これでサイトを滅ぼしたまではいいんだけど、どうだ？彼女に進軍中か。まずいね。彼女を迎え撃つ力はないけど、彼女は一旦明け渡すか。彼女を一見は明け渡して、その後返す刀で、彼女を取り返しつつ、敵とぶつかりますか。それが一番良さそうですね。一旦彼女を六角に渡しましょう。で、義辰ですが、まあこれは釈放しましょう。半兵衛は登用します。利光も欲しいけどな。まあ釈放だな。光秀の筆頭家老、妻は一徹の娘、山崎の戦いでは先鋒として活躍、娘の服は徳川家光の二乳母として有名な春日局となったと。どうしようかな。利光か、欲しいけど、利光まで雇うと金がなくなるんで、ちょっとここは釈放を重ねましょう。でだ、信長の軍勢を一旦全部選択して、半兵衛を残して全部選択して、一旦岐阜に戻しましょう。彼女が包囲された、まあこれはいいですと。で、半兵衛にはここの領国経営を任せちゃいますと。で、今彼女には1万の軍勢が入ってるわけだな。で、引き上げていったと。で、ここにこもるは三雲が1000か。これは叩きたいな。軍勢今は士気は83か。もうちょっと回復待ちましょうか。士気の回復を。で、ここの内政だけど、ここに関しては軍事訓練はやめて。軍事訓練されるとそれで金を使うのはもったいないので、軍事訓練はやめさせましょう。施しはまあ必要だったらやってと。まあ、城の強化も正直いらないっちゃいらないんだけどね。最前線に一応なってるんで、まあ念には念をというレベルかな。さあ次、金が入ってきたら彼女を落としたいけど、さらに敵の侵攻か。オダニエ行軍中。なるほど。これは敵を一気に仕留めるチャンスだな。士気も全回復したので、ここは敵を叩きたいけどな。いけないか。援軍として出陣はできないかな。まあとりあえず彼女を取り返しましょう。ちなみにこの状態で小谷に出陣はできないのか。できればね、この小谷に出陣して六角が弱ってるところを一気に叩きたいんですけどね。見よ、海じゃ、大海原じゃーということで、信玄がついにどこまで行ったのかな。遠江あたりまで進出したのかな。ちょっと確認しましょうか。敵軍団と遭遇か。ここは一気に敵を壊滅させましょう。まあ少しずつでもね、敵を壊滅させておくというのがいいことなので、敵の戦力を削っておくチャンスは逃さずに削っていきましょう。まあ迫力の陣でいいな、ここは。で、これを見ると敵はこういう状態か。となると、秀吉を一旦下げて、
眼前でぶつかったところを叩きましょうか。それが一番良さそうですね。秀吉を一旦下げて勝家の騎馬隊をいつでも下に向けられるようにしておきましょう。で、敵は少数なので、一気に囲めるようにしておきたいので、こんな感じかな。で、ここで突撃をしてくるわけだな。空振りに終わったな。さあ、これで味方の損害を限りなく減らした状態で敵を一気に殲滅しましょう。よしよし。これで確実に2000の兵を減らしましたからね、敵の。で、三雲ですが、まあ釈放だな。用はない。で、夏香正家は退いたので、一気に大垣を取りましょう。なんかここまでかなり順調に来てるな。よし、大垣城どうしたな。大垣城にしばらくはこもりましょうか。大垣城にこもる上で必要なことは何かというと、金がないね、でも、本当に。まずは徴兵ですね。失った兵を徴兵していきましょう。まず信長だけど、大垣城で60にしか補充できないのか。厳しいね。何？敵軍団と遭遇？姉小路家2000か。ここはまあ籠城させてる間に、まあ増援を出すしかないよな。姉小路を壊滅させましょう。ここで間に大垣がまた取られるんじゃないかっていう危惧もありますけどね。まあしょうがないんで、やっぱり出兵してきたか。
山岡対千が攻めてきてるな。これはじゃあ、信広の軍勢を出して守るか、いや、まあ、大垣城はまた取られて取り返すという作戦でいきましょう。それが一番いいかな。まあ、敵はここも少数なので、まあ、一気に叩くという意味では、角翼を引いいや角翼だとな、結局うまく活かせないんですよね、その機動力を騎馬隊の。なので一旦これで様子見しましょう。恐れるほどの数ではないと思うので、さあ、これで一気に敵を壊滅させましょう。さあ、これで敵を撤退させたので、よしとしますか。まずはね、確実に姉小路の影響力を削いでいきましょう。まあ、まずまずの成果かな。何、大垣城が包囲されたか。まあ、分かってた話だけどね。では、義成を除いて、大垣に戻りましょう、急いで。まあ、戦が続くな、本当に。あとは持ちこたえてくれるかだな、大垣城がね。ここで確実に山岡対千を壊滅させておけば、それはそれで大きいですからね。よし、間に合った。その前に正信が来たな。資金を援助してあげたいけどお金ないんです、という話なんですが、では、大垣城の攻防戦は次回に持ち越しをさせていただいて、今回は一旦ここまでにしてですね、一応、美濃はほぼほぼ手中に収めたというか、まあ、美濃はもう平定済みかな。まあ、岩村城はね、現状、美濃ではあるものの武田に取られているんですが、ここに手を出す勇気はないので、まあ、美濃は平定済みということにして、六角と開戦をしていきましょうということで、次回その様子をお届けしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。